よく行く回り寿司屋でシャリだけがこう流れてくるときあるんですけど、あれ取るとおめでとう1万円です、おめでとうってなったりしますかね。どうもこいこいです。今日はですね、 Python でクソ RPA を作ってみたということでやってきてと思います。 RPA 皆さんご存知だと思いますけど、一応説明すると RPA ロボティックプロセスオートメーションと人間がコンピューターでダウンロードで出すことってことで、まあ人間がやってることを、まあ、ロボットで自動化しようって、まあそういうことですね。で早速 Python でやっていくんですけど、今回は PyAutoGUI ってやつを使います。これでまあ簡単に RP ができるんですよ。でまあどういうことかっていうと、例えば PyAutoGUI ポジションって言ってマウスって中に入れてプリントすると X474Y441 ってことで、このマウスの場所が出るんですよ。この X 座標 Y 座標って意味で、で例えばちょっと場所変えると1388って言って場所変わりますよね、数値。なのでこれでマウスの場所が分かったりするんですよね、現在の時点が。ってことはその場所をダブルクリックしてとか、そういったこともできそうだってことで、まあこれこの後やるんですけど、こんなことができるってことなんですよ。で例えばデスクトップ上のこの Excel のファイルありますよね、これを開きたいとするじゃないですか。そうするとこの場所さえ分かればダブルクリックするみたいなことをすれば開けますよね。なので例えばここでちょっとその今現在いる位置を1秒ごとに吐き出すみたいなこのコード書いてるんですけど、そうすると今現時点のマウスの位置が出るんで、例えばここに Excel のファイルのところにこうやると275333って出ましたよね。ってことでその位置が分かったので、じゃあその位置をまあダブルクリックしようみたいなことをしてみるんですね。で例えばここに下にコードがありますけど、ここ275333ってさっきの位置にしてあげて、で move to ってのやるとその位置に移動するんですよ。ちょっと実行しますね。そうするとこれマウスが移動したのが見えると思うんですよ。いきますよ。やると移動しましたよね。これ私が移動したわけじゃなくて、これコードで飛んでるんですよ。ってことでこれ move to で移動できると。でさらにじゃあその move to の後にダブルクリックをすると、じゃあ開くはずだっていうことですよね。で実際にやってみますと、そうするとここで実行すると、はいってことでExcel が開きましたよね。ということで、こんな簡単に、デスクトップ上の操作ができるんですよね。ということで、これを応用すれば、いろいろ画面上で、なんか自動で作業ができそうだなっていうことですよね。じゃあ、例えばさっきの Excel の画面に変わったらどうかというと、さっきのその場所ですね、もう一回移動してみると、このセルの位置ですよね、たまたまですけど。じゃあ、そこに、ダブルクリックして、Light Excel VBA みたいなことをすると、その文字列を入れたりすることができるんですよ。入りましたよね。ということで、画面が Excel 上であれ、デスクトップの画面であれ、あくまでもマウスでこれを押しましたっていう作業を今 Python で書いてるだけなんで、まあ、いろんな画面上でこれができるっていうことですよね。Excel の上でもデスクトップでも他の、まあ、PowerPoint でも何でもできるっていうことなんですね。まあ、それらのことを応用して、今回どんなクソ RPA を作るのかというと、まあ、ここに例えば Excel で、まあ、なんかキノコの数10とか範囲がこう書いてありますよね。まあ、この範囲の間にキノコの山をこう貼り付けるみたいなこう VBA があって、ここを押すじゃないですか。そうすると、まあ、こんな感じでキノコの山がこう貼り付けられるんですね。まあ、そしたらよくあるじゃないですか。まあ、事務作業とかしててね、もう、ああ、またエクセルにキノコの山がたくさん貼ってあるな、なんつって、ここでクリックしてデリート、クリックしてデリートって、あ、次のシートにも、あ、まだあるの、なんつって、もう、毎日23時でもうね、この仕事辞めたいな、なんつってね、あるかってね、そんな仕事はないんですけど、まあ、あったと仮定して、これをさっきの PyAutoGUI とか、ちょっと AI とかを絡ませて、自動化してみようと。で厳密に言えばですよ、これってシート上に画像が貼り付けられてるだけなんで、 Excel VBA で自動で消すことはできるんですけど、まあそれがないと仮定して、あくまでも目で見てクリックして消すっていう作業を単純に RPA で自動化しようと、そういうことですね。でどうやるかっていうと、先ほどの PyAutoGUI では場所が分かればその部分をクリックしたりとかできましたよね。でキーボード入力もできたじゃないですか、 Excel VBA みたいな。ってことはデリートボタンを押すってことも当然できるんですよ。あとはキノコの山がある場所さえ分かればいいってことで、それは AI でやります。で私が前の動画でキノコの山を愛しすぎた男っていう動画で、キノコの山の位置をもう自動で特定する AI を作ってあるんですね。例えばなんですけど、でこちらがスクリーンショットした画像ですね、今のこの Excel の画面を。でそうするとこのキノコの山ありますね。でこの画像を AI の中に入れてあげるとキノコの山の場所が分かるんです。そうするとこんな感じで四角く囲ってキノコの山がここにあるっていうのが教えてくれるんですね。これは私が学習したんです。でこの
四隅の、X 座標 Y 座標のこう点が分かるんで、ってことは当然真ん中の点も分かるわけですね。この四角の真ん中の点、そこクリックすればキノコの山クリックできるじゃないですか。でデリートボタンを押すみたいなことすれば、なんか法文とか回せば簡単に消せそうだなっていうのがなんとなく分かりませんか。でそれをやってあげるっていうことなんですね。おさらいするとやることはスクリーンショットを Python でパンって取りますと。でその画像をキノコの山の場所を特定できる AI に入れます。そうするとこの座標が返ってきます。まあ、10個なら10個の座標で、その真ん中の点を求めます。じゃあその位置を先ほどの PyAutoGUI でダブルクリックしてデリートみたいなことを押す。それを10回繰り返せば消えるよね、そういうことですね。でちなみになんですけど、そのキノコの山の AI を作った動画があるんですけど、これ右上に出しておきますけど、その動画ですね、私が最近出した動画の中で一番再生数が悪い、もうぶっちぎりでビリの動画なんで、ちょっと悲しくてしょうがないんで、ぜひ見てくださいね、これね。ぜひお願いします。でこちらがコードなんですけど、先ほど言ったことをやってます。もうキノコの山の AI をまず呼び出す。で Excel の画面ちょっとクリックして、その後無限ループでスクリーンショット撮ってキノコの山の AI に入れて、キノコの山があればその真ん中の点を求めてクリックしてデリートしてみたいなことを無限に繰り返すと。そうすればもう何個キノコの山があってもね、ガンガン自動で消せるでしょうって、まあそういうことですね。では実際にちょっとこれを動かしてみたいと思うんですけど、キノコの数をちょっと増やしましょう。150で、まあ列の範囲も増やして、もう山ほどキノコの山を作ると。もうこれだけ作ればね、まあ手動でやったらもうノイローゼになりますよね。まあこれをさっきの RPA でバシバシ、まあ、消せるのかということでやっていきたいと思います。どうでしょうかね、こんなにあっていけるのかっていうところもありますけど、やってみたいと思います。はい、で先ほどの Python のコードを実行させてます。もうすでに動いてます。まあ、ちょっとモデルの読み込みに時間かかるんで時差ありますけど、それが読み込み終わればスクリーンショット撮ってキノコの山があれば消すみたいなことをするはずだと。さあどうなるかと。あ、そしたらなんかこう消え始めましたね。ってことで今発動してもうガンガンクリックしてはデリートを押すみたいな作業をもう今やってくれてるってことですね。実際に消えてますね。何このクソ RPA って感じですか。でまあこう移動させてもまあここで消えるんですね。まあちょっと移動した時にちょっとラグができちゃったりすることはあるんですけど、まあちゃんと毎回スクリーンショット撮ってはあったら消すってやってるんで、まあこれちゃんと消えるっていうことですね。まあ横にあるやつももう消してっちゃいましょう。でここでこうやってガンガン消せるってことで、まあこれでね23時までね、これね夜中まで生き残る山消しましたって人はこのクソ RPA でなんとかなるってことですね。これ我ながらスーパークソ RPA ですけど、まあこういうことができると。これまあちょっと本当にクソですけど、場合によってはなんかこのゲームの操作を自動化して、まあ、経験値自動で貯めるとか、なんか自動でアイテムをたくさん手に入れるとか、そういったこともできると思うんで、まあ、今後ね機会があればそういったこともやっていきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的にはね、滑りまくったキノコの山の AI がなんか再利用できたので、ちょっと嬉しかったなっていう感じなんですけど、まあ、実際これね、実際のこの事務作業とかで役には立たないですけど、今回のやつは。ただね、もう本当に、なんだろう、この、本当にもう目視とクリックでしかできない作業とか、まあさっき言ったようなゲームの作業を自動化するとかっていうのは、結構これだけでも結構簡単にできちゃったりするところはあると思うので、まあ次回以降はもっと面白いもの、うおーって思えるものを作れたらなと思っております。ということで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクール、テックアカデミーの提供でお送りしました。